でマンションの建て替えがですね、社会的な課題であるということは事実であります。しかし現行法では、区分所有法で5分の4以上の賛成が必要でありますけれども、それよりも要件の緩い、えー、3分の2で建て替えができるようになるというのが本法案であります。まず大臣にお聞きしたいと思うんですが、これで建て替えをしようとする、また想定されている団地というのは、どこに当たるんですか 石井大臣、えー、市街地再開発事業の活用につきましては、地方公共団体が再開発事業による団地再生の必要性を判断し、法律上の施工区域の要件を満たす場合に、都市計画決定を経て行われることになります。本事業のの活用の可能性につきましては 地方公共団体等から具体的な相談が複数寄せられておりますけれども区分所有者間の合意形成等の問題がございますので現段階で具体的な団地名をお答えすることはできません一般的に申し上げれば市街地再開事業は土地の高度利用及び都市機能の更新を図るとの公益性の観点から行えるものでありまして特に 介護や子育てなど必要な都市機能が少ないため、えー、地域の再生の拠点として整備することが必要な団地で実施されることが想定されるものと考えております辰巳君今、大臣あの、答弁されたようにこれはです、ね、もともと住,住民からの発意ではなくてこの再開発事業という別のスキームからの建て替えだということなんですねで都市再開発法あの第3条にはですね。 都市計画に定めるべき施工区域として十分な公共施設がないとか土地の利用の細分化がされているとか土地利用状況が著しく不健全だということでありますから全く別のスキームの建て替えなんですねでこの本法案が想定している第一種市街地再開発事業における権利の返還ですねこれ基本的に等価交換ということになっております えー、つまり、従前資産がですねもうだいぶ目びりをしているわけですね、普通であれば、まあ、そういうマンションであれば、これ、残存価値は少なくなっておりますで、同程度の部屋を確保するためには、これ、自ら資金の調達をして、えー、床を買い増す必要があるわけですねで、それができない、年金生活の高齢者などは、高齢化してますから、これ、追い出される危険があるということであります。でそういういい状況に追い込まれる権利識者が 今までだったら5分の4ですから、20%、2割を超えていれば建て替えしないということになったわけですが、えー、このスキームでは33%の人が建て替えに反対をしてもですね、えー、建て替えやるという、まあ、これが今回のスキームなんですね、で今申し上げました第1種、第2種で、第2種の市街地再開発事業であれば、これ、主に地方自治体がやる事業ですけれども、 都市計画法の74条でですね、生活再建措置というのが適用されます、えー、住宅や店舗の取得の斡旋から、職業の紹介の斡旋まで、えー、施工者である自治体が責任を持って住民を保護する、まあ、そういう規定があるわけですね、で今回想定されている第1種、国交省聞きますけれども、この生活再建措置ですね、74条は適用されるんでしょうか。局長。 お答えいたします都市計画法第74条の規定は都市計画事業の施行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなるものに対する生活再建のための措置でございますお話しございました第一種市街地再開発事業につきましては権利変換によりまして再開発後の建築物への入居が保障されていることから道場の規定が適用除外 とされていいるものでございます、まあ、今回の団地賛成は第一種市街地再開発事業を用いた建て替えでございますのでえ都市計画法第七十四条の適用はございません。辰巳君ということなんですね、適用除外なんですよ、で建て替えに反対してもですねあの追い出されてしまうという人を増やすわけなんですね、で生活再建措置は私は適用すべきだと思うんです。でこういうい区分所有者にですね さら、まあ、なるあのより多くの分断を持ち込みやり方では団地の再生は進まずに私は合意形成が逆に遠のくんじゃないかと考えておりますで真の団地再生のためにはマンションの維持や管理に対する公的な支援を充実するということや安全快適長持ちするマンションを目指す取り組み管理組合団体などの自主的な助け合いの取り組みへの公的支援ですねえ行政の相談体制の整備など、まあ、そういう,う体制を充実することを が何より必要だと言っておきたいというふうに思いますで、このマンションの管理に関わって、えー、国交省は三月の十四日マンション管理適正化指針と、えー、標準管理規約を改正をいたしましたで、これに対して関係者から大きな戸惑いとお怒りの声が上がっておりますまずこの地域コミュニティづくりについてお聞きをします、えー、まずちょっと大臣にお聞きしたいんですけど大臣あの地域の 夏祭りとか盆踊りとか参加されますか。石井大臣、あの私の住んでいる地域のみならず選挙区内の幅広い地域の活動に参加をするようにしております。辰巳君、おそらくここにいらっしゃる委員あのほぼすべてがそういう行事に参加されていると思うんですね。で今回のこの改正ですね。これ三十二条で。 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成というのがありましたが、これが標準管理規約から削除されました。で、このことが関係者から大きな、あの、戸惑いが出て批判も出ております。例えば今ありましたとおり、地域のお祭りや盆踊りなどに、この管理組合が協力できないんじゃないかという意見が出されたわけですけれども、えー、国交省確認しますが、これ、今まで通りできるということでよろしいですね。 由紀局長お答えいたしますご指摘のコミュニティ活動につきましては、その重要性が指摘される一方で、先ほどもちょっとご説明いたしましたけれども、強制徴収の管理費から任意負担の自治会費等への支出をしたことをめぐりまして、裁判において管理組合が敗訴したことを踏まえまして、まあ、今回は、 マンション管理適正化に基づく指針において、コミュニティ活動を積極的に取り組むことが望ましい旨、位置づけるとともに、マンション標準管理規約につきましては、従来のコミュニティ条項など、関係規定の再整理を行いました。マンション及び周辺を含めた防災、防犯、理科などの居住環境の維持向上に資するコミュニティ活動は可能であると明記したところでございます。管理組合によります地域のお祭りや、 盆踊り等への協力については、今申し上げましたように、マンション及び周辺の居住環境の維持、向上に資する活動をして行うことについて、管理組合での合意が形成された場合には、実施することができるものと考えております辰巳君。あのまあ、基本的に合意はね、当然必要なんですけれども、まあ、できると。 いうことでありましたあの整理というのは普通分かりやすくするためにするものなんですけれども非常に混乱がもたらされているということで何のための整理だったのかなというふうにあの言わなければならないと思いますで問題はそれだけじゃないんですねでこのこれまでマンションの標準管理規約ではこの理事長を含む理事および幹事について区分所有者に限定をしていたわけですねでこれをです、ね、今回 外部の専門家を役人、役員として選任できるように、えー、いたしました。で、この外部の専門家を区分所有法上の管理者として選任し、そしてね、理事会を廃止することがもできるということも選択肢として出てきたわけですね。で、理事長は区分所有法上の管理者とする規定を撤廃すると。で、で理事長、理事会に関わる業務、権限を外部の者のに委ねると。で、そして区分所有者は、 こ,れこの外部の人たちが、えー、人が管理業務が適正に行われているかどうかを総会で監督をするという,う,うことにしたわけですねでこれまでの外部からの助言っていうのはもちろんできるわけですだけれどもまあ,あの言ってみればお金の管理はさせなかったわけですねでそれをもうこれ外部の人にさせることができるようにすると総会であとは監督するだけということなんですけれどもそもそもこれ監督できるんですか ここれ問題起こりませんか紀局長お答えいたします、外部の専門家の活用につきましては、特にマンションが古くなる、高経年化に伴いまして、区分所有者の高年齢化、あるいは空き室の増加、あるいは賃貸化が進みまして、分区分所有者のうちからは役員のなり手がないといった役員不足の問題に直面していることが、ただ、 見られるようになっております、まあ、こうした状況に鑑みまして、必要に応じ外部専門家の活用が行えるということにしようとするものでございます。今回の改正におきましては、基本的なパターンといたしましては、外部専門家が理事会の役員に就任をする。 という方式を可能となるように、その場合の規定を、まあ、選択的にこういう規定にできるということを整備したものでございます。また、今の委員のご指摘はです、ね、参考仕様として、他の二つのパターンを示しております。一つは外部の専門家が理事会の外部に置かれる管理者となりまして、理事会がこの管理者を監督するという方式。それからもう一つは、理事会は設けずに、外部の専門家が管理者となりまして、総会がその管理者を管理すると。 いう方式この二つを参考としてお示しをしているものでございます、で今ご指摘いただいたのはこの三番目の,あのパターンだというふうに思っておりますが、この方式につきましては、例えば、えー、経年に伴いまして、賃貸化がどんどん進んでまいりましたような小規模なマンションで、区分所有者の利益の最大化のニーズは高いんですが、理事長等の役員のなり手がいないようなケースを想定しております、まさに例外的なケースを想定しているものでございます。 この方式におきましては、その参考資料におきまして、総会による外部専門家の監督が重要であるということに加えまして、他の方式とは異なる、えー、監査法人等による外部監査も義務づけるというようなことを想定した形にしているところでございます。辰巳君。ですから、今もあ,のあったように、ね、高齢化なんでしょ、で理事会も月1回のがなかなか参加できない、理事長なりていない、そういうところがなんでね、監督できるのかというふうに聞いているわけなんですね。 これなかなか問題起きることだと思いますよそれだけじゃありません今回議決権割合の設定というものもあります従来共有部分の共有持ち分の割合を基礎としつつ10個1個につき1票の議決権で対応するというケースがほとんどでありましたところが改定された標準規約では10個の価値に大きな差がある場合においては 単に共有部分の共有持ち分の割合によるものではなくて、占有部分の回数、えー、帳簿、日照等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、議決権の割合を決めるということが考えられるとしたわけですね、つまり、10倍の価値があるところは、1票に対して10票持てばええと、これ、誰が求めてるんですか、これ、意図は何なんですか。紀局長 答えいたします、えー。管理組合の議決権割合はあ、区分所有法の第38条によりまして、専有部分の床面積割合に応じて設定することが原則となっております、併せて規約により、これとは別段の定めをすることもできるというふうに規定されております、えー、本来、共有物の管理に関する議決権の割合につきましては、民法252条によりますと、共有文字分の価格によることとなります。 しかしながら、区分所有法の制定当時、これ、昭和37年当時でございますけれども、ここで想定しておりました区分所有マンションは、住戸が禁質で、価値に差があまりないというものを想定しておりましたので、価値割合に近く、かつ、算定のしやすい専用部分の床面積割合が採用されたというものでございます。これに対しまして、近年は、制定当初には想定されていなかったような、例えば超高層マンション等の出現によりまして、 同じじ面積でも各10個の価値に大ききな差がが出る場合が生じてきておりますこうしたことから、私どもの方で、規約のあり方について検討をお願いしておりました、検討会、有識者会議でございますが、ここにおきましても、こうした状況の変化に合わせた議決権の設定方法として、まあ、民法本来の原則である、価値の割合による議決権の設定についても、区分所有者が選択をすれば、そういうこともできるようにすべきではないかという問題提起がなされて、 そういう報告書がまとめられました、えー、こうした議論を受けまして今回区分所有者の選択によっては価値割合に応じた設定もあり得るという考え方を示したものでございます辰巳君ですから誰が求めているのかということなんですけど検討会って言いますけど検討会マンションの管理者誰もいませんからねで私マンションの1階住んでますけど上の方と価値が違ってくるということなんですよね要はいや私1票あなた10票っていう話でしょでこのコメン国交省のコメント消しかなんですよ こう書いてあるんですよ。これ何であるか。大規模改修や建て替え等を行う旨を決定する場合、建て替え前のマンションの専用部分の価値等を考慮して建て替え後の再建マンションの専用部分を配分する場合等における合意形成の円滑化が期待できるっつってんですよ。つまり建て替えするときに、あと部屋の配分についてですね、より価値が高い組合員を優先することにすれば、建て替えの合意が得やすくなるだろうと。こういう話をしてるんですね。私ね、これね、マンションっていうのは株主総会じゃないと思うんですよ。 マンションは人間が住んでるわけです。で管理組合っていうのは、財産の管理だけじゃないわけですよ。そこに人間の生活があるってことをね、忘れたらあかんと思います。あの、最後に1点だけ、イエスかノーかだけ。この規約ですけれども、新規約でなくて、旧の規約でもそのまま適用してもいいということで、よろしいですね。き局長マンンショののの標準管理規約は一般の文書の 住居専用のマンション等を想定いたしまして、個別の管理組合が管理規約を制定、変更する際の参考として作成をするものでございます。従って標準管理規約の解説でも、マンションの規模、居住形態等、それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて合理的に修正して活用することが望ましいというふうにしているところでございます。従いまして、どのような管理規約を使用するかについては、それぞれの管理組合の判断によるものというふうに考えております。 辰巳君、はい、そのままでいけるということですので私の質問を終わります、えー、日本共産党の辰巳小太郎です私は日本共産党を代表して都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案に反対する討論を行います反対する第一の理由は都市再開発法 改正案が市街地再開発事業で住宅団地を建て替える際の合意要件を緩和するものだからです。本来団地マンションの建て替えは全員、えー、住民全員の合意を得て進めるべきですが、区分所有法に基づく建て替えは区分所有者の五分の四以上の合意で建て替えが可能です。本改正案はこの要件を三分の二以上に緩和します。 しかも第一種市街地再開発事業が想定されているため都市計画法の生活再建措置が適用除外となりますこれでは建て替えり同意できない、えー、などにより財産権が縮小侵害される居住者が増加する恐れがあります反対する第二の理由は都市再生特別措置法改正案で期限が延長される民間都市再生事業が大手デベロッパーやゼネコンなどの開発大,型、えー、開発大企業を 優遇し住民追い出ししや環境破壊町壊しを一層促進すするものだからであります民間都市再生事業計画はこれまで91件認定されています。容積率の緩和に加え、最近5年間で142億円を超える税金の軽減まで行っており、不当な大企業優遇と言わざるを得ません。以上の理由から反対とする旨を述べ、討論といたします。